鈴木にとってのモータースポーツというのは、企業の存在の原点であるような気がしています。2006年ジュネーブモーターショー、ここで鈴木は世界戦略車第3弾である SX4 の発表とともにもう一つ重要な発表を行った。それは WRC 世界ラリー選手権への参戦であった。 WRC にステップアップする鈴木に新しい時代を切り開く企業の姿勢が見える。常に、上を目指す、もしくは世界の頂点を目指す。鈴木モータースポーツの歴史は戦後間もない1950年代に始まっていた。それはもちろん二輪車のレースだった。日本におけるモータースポーツの黎明期、鈴木をはじめホンダ、ヤマハなど多くのバイクメーカーが続々とレースに参入し、各メーカーは技術を磨いた。我が社のモータースポーツも過去いろんな二輪から始まったレースありますけれどね、常に高い目標があるんですよ。1960年、ついに鈴木は世界に挑戦する。それは伝統と格式を誇るマントー TT レースだった。1962年、初挑戦から3年目にして鈴木はこのマントーで初優勝を飾り、一躍世界にその名を知らしめた。鈴木モータースポーツ、その栄光の歴史がスタートした瞬間だった。翌63年には伊藤光雄が日本人として初めて優勝を果たした。この成功以来、鈴木は時代が変わっても不屈の魂で数々の栄光を二輪レースの歴史に刻んできた。さまざまなイベントで活躍した多くの有名ライダーや名マシンがその栄光の歴史を物語る。私どもは二輪も四輪も作ってますから、両方のいい面が非常に相乗効果となって出たのが今の鈴木であり、モータースポーツのチャレンジ精神にもなってるんじゃないかなという。1955年に四輪車の生産を開始した鈴木は、その後自動車レースにも参戦。1963年、記念すべき第1回日本グランプリにスズライトフロンテで出場、クラス1位、2位、4位を獲得した。鈴木の DNA であるモータースポーツ、スポーツマインドという確固たる柱があるんですね。モータースポーツという鈴木の DNA、 そしてチャレンジスピリットが JWRC ジュニア世界ラリー選手権への挑戦につながっていく。初年度はまさに経験を積むための年であったが、2年目からは表彰台の常連となり、そして3年で念願のドライバーズチャンピオンを獲得した。きっちりやればこれは優勝できるでしょうと、3年目で優勝しなさいって言ったんですね。新型スイフトという車、これの世界における評価がね、非常に高まったっていうのがあります。もともと狙いであったそのスズキのブランドを上げる、まあ、これは率直に言って、JWRC の効果、今度は WRC に出るという。やっぱりスズキというのは、ものを企画設計開発する会社ですから、そこから派生していくモータースポーツ社っていうのはやっぱり違った専門分野の力がいるんですよね。そこをつないでもらってるのは、長い間お付き合いのある鈴木スポーツであり、田島さんっていうのは言えると思いますね。本当にいよいよ来たかと、非常に感激的な瞬間でしたね。 SX4WRC の開発は鈴木スポーツで行われている。SX4 のポテンシャルを最大限に引き出すための
開発、そしてテストは続く。ベース車両には絶対の自信を持っている。 SX4 がやはり非常に優れているのはボディ剛性がですね、ものすごく高いんですね。ダブルカーに改造するには、うってつけだと思います。感激ですよ、やっぱり、いいですよ、それは若い頃の車屋になりたいって気持ちが戻ってきましてありがとうございました。どうも、勝って、光栄に良くしたいと。受けた以上、何が何でも勝ちます。必ず3つのメダルのどこかに SX4 がいると。死に物の上で頑張ります。社長自らこれに命をかけてるんだって。計画通り順調な方向性が見えておりますので、私の描いている目標は確実にクリアできると思ってます。期待して待っていただいて結構だと思います。これはコミットメントでございます。鈴木の WRC チャレンジが今幕を開けた。